どうも、米津玄師です。今日はですね、フレンドに、ドッキリを仕掛けたいと思います。ということでね、どうも、そらびゆーです。今回ですね、こちらの、フォートナイトじゃないよね。なんだろう。なんかゲームではないね、今日は。うん。ってことで、今日はね、フレンドに、まあ、いつもね、迷惑をかけている、フレンドにね、ちょっとドッキリを仕掛けていこうかなと思うんですけど、また迷惑をかけていく感じで。今回のドッキリはですね、このフレンド、今なんかね、一人で、フォートナイトやってるんですよ、こいつ。その、フォートナイトのやってる時に、突然、LINE 電話をかけて、その LINE 電話で、出た瞬間に俺が、米津玄師のルーザーを歌うっていうドッキリですね。ちょっと意味がわかんないですよね。僕も意味がわかんないです。とっさに思いついたドッキリなんだよ。ちょっと意味がわからないです、本当に。なんか変なドッキリですね。それでは、やっていきましょう。ちょっとパーティーに入ってみて。入れた。パーティー入れたぞ。これでさ、一回電話かけてみていい？ちょっと待って、緊張するな、なんか。なんか緊張するな。あ、通話中だったわ。こいつ、一瞬通話出てくだちって言った。いや、これ、いや、出るかな。だって通話中だぜ。迷惑だよな。もう、俺もう、なんか、迷惑の中の迷惑みたいな存在だよね、俺。残り16人だって、結構生き残ってるぞ、こいつ。ビクロイして、勝利の宴として、ルーザーを歌うっていう、そういう感じでいこうか。残り3人え、めっちゃいいとこまで進んでんだけど。さあ、残り3人。フレンドが生き残れるのは、あと、何分かだ。さあ、そこでフレンドは決めるんだ。この残り2人を倒し、残り2人を倒して、俺は歌を歌う。残り2人だって、残り2人。え、やばくない？残り1人って表示されたら、こいつはビクロイしてる。え、これもう編集でさ、ビクトリーロワイヤルって出していい？これ。ブーンじゃんって。出していいこれ。ビクトリーロワイヤル。ダメ？あ、ビクトリーロイヤルか。ビクトリーロワイヤルじゃない。ビクトリーロイヤルだったわ。間違えた。え？残り1人だって？え、これビクロイしてんじゃないのこれ。え？嘘？え、これ帰っ、え、来た。帰ってきました。電話かけますよ。電話かけます。行くよ。はい。ビクロイしましたか？ビクロイした。おめでとうございます。そんなあなたに歌を。はい。いつも通りの通り一人、こんな指も早ゴリゴリ、もどこに行きやしないのに夢見てお休み。僕らの夜にあげる気、また踊り踊りだ、さ下にいでよ。いるし歩き回ってやっと着いた。ここはどうだ、楽園か、今となっちゃもうわからない。四半世紀結果できた。でもルーザーじゃ勝ったんだけど、ウィナーなんだけど。お腹すかして余って、ウィナーなんだけど。アイマルザーだらと思っていいだろう。もう一回行こうぜ、僕らの声。アイマルザーずっと前から聞こえてた。いつかポケットに隠した声が。あ、ビクトリーロイヤル、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。これからの、あーだのこーだの知ったもんか、幸先の空は悪天候、ほら窓から覗いた摩天楼からやすらちりのよう。いやもかとも昔の人の中指立ててもしょうがないな。今勝ち上がるためのお勉強がるかな表情。踊るアホに見える、アホに我らそれは宝。もう一回行こうぜ、僕らの声。
I'm a loser ずっと前から聞こえてた。いつかポケットに隠した声が、ルンテオンドロンドンドン、声だって一つ踊ってみようぜ、ルンテオンドロンドンドン、夜が明けるまで転がってこうぜ、ロッドドロッドッド、聞こえてんなら声出してこうぜ、えぇーえぇー。あ、もう終わり。あ、終わりで。あ、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 どうされました？